はい、皆さんこんばんは。日本 M&A センターの竹原と申します。本日は日本 M&A センター主催の IT 業界オンラインセミナーにご参加いただき、ありがとうございます。本日はですね、私の方から1時間ほど IT 業界の M&A の動向についてお話しさせていただければと思います。IT 業界の M&A ということで、まず私の自己紹介を簡単にさせていただければと思います。生まれが高知県の四万十川の源流で生まれまして、元々公認会計試験に合格し、監査法人トーマスというところで監査を3年ほどしておりました。その後、2016年に日本 M&A センターに入社いたしまして、以降3年ほど IT 業界の M&A の専門チームで業務を行っております。まずですね、今回皆様に冒頭でお伝えしたいのが、時代が変わり始めていますということです。こちら2年ほど前に私がお手伝いさせていただいた、リストという AI の画像のベンチャーのサービスを提供している企業と、京セラグループの京セラコミュニケーションシステムという企業の M&A になるんですが、このリストという会社、設立2年、正社員2名の企業がですね、大企業グループに100%株式を譲渡されました。このリストという会社が行っていたサービスは AI の画像処理のサービスでして、サービスを良くしていくにあたっては、製造現場での実験の回数とそのスピードっていうのは非常に重要になってくるんですが、なので、もともと京セラグループだったり、製造現場を持っている企業をゆくゆく逆に M&A をしたいというふうに考えていたんですが、それだと結構先の話になるので、逆に京セラグループに入ってしまおうということで、100%株式を京セラグループに持ってもらってですね、京セラグループ、様々な製造現場を持ってますので、その中で自分たちのサービスをより改善していこうという理由で、100%株式を譲渡されました。今までですね、こういった AI のベンチャーと大企業の業務提携だったり、一部、5%だったり、それ未満の株式の資本の移動を伴った業務提携っていうのはあったんですが、この100%株式を持ってもらうっていう事例は、この事例が初めてなんじゃないかな、ということが言えます。京セラグループに入ったリスト社、当時は正社員2名だったものが、今、インターン生を含めて大体60名ぐらいの規模の会社になっています。本日はですね、この4つの項目についてご説明させていただければと思います。まず、M&A における株価の考え方について、次に、国内 IT 企業の M&A の動向について、最後に、直近の日本 M&A センターの IT 企業の M&A の制約事例、この流れに沿ってご説明させていただければと思います。まず、M&A における株価について、なんですが、M&A における株価手法の考え方、様々あるんですが、代表的なもの3つをこちらに挙げさせていただいております。まず、代表的な考え方として3つありまして、インカムアプローチと呼ばれるものです。こちらはですね、将来の収益力に基づいて株価を算定するという考え方になります。次に、マーケットアプローチという考え方なんですが、こちらは MA の対象企業がもし上場していたらどれぐらいの企業価値がついていたのか、その対象となる企業と似た企業の数値を照らし合わせて株価を算定する手法になります。最後にコストアプローチという考え方になるんですが、こちらは既存の財務数値をもとに M&A の株価を算定する手法でして、時価評価した資産と負債の差額、時価純資産に営業権、既存の利益の何年分かを営業権と見て株価を算定する方法になります。IT 企業の M&A でよく用いられる手法としては、真ん中のマーケットアプローチ、具体的には EBITDA 倍率法と呼ばれるものになります。この EBITDA 倍率法、もう少し詳しく説明させていただきますと、まず対象企業の EBITDA を算出させていただくんですが、こちらは営業利益に非現金支出費用、減価償却費などを足し込んだものを EBITDA とする考え方で、この EBITDA に倍率をかけて、それに会社の対象企業のネットキャッシュを足して株価を算定する手法になります。この EBITDA の倍率なんですが、一般的には国内の企業で5倍から8倍というのが M&A の平均になっています。
例えばですね、日本電産なんかは M&A を数多くやっているんですが、この EBITDA の倍率は10倍を超えるものは手を出さないというのは目安を設けてまして、各買い手企業さん、こういった目安を設けていることが通常です。IT でいうと、この上場している大手の IT 企業のこの EBITDA の倍率、どれぐらいなのかというとですね、例えば日立製作所さんなんかは8倍だったり、パッケージを販売している大塚商会さんなんかによると10倍を超えてきたり、野村総合研究所さんでも10倍を超えてきていると。IT といっても、やってるサービスの内容によって結構この EBITDA の倍率というのは変わってきます。傾向としては、パッケージを持っている会社さんだったりですね、コンサル寄りの会社さん、AI のでベンチャーで上場している会社さんなんかは、この EBITDA の倍率が高くなる傾向にあります。こちら、日本 M&A センターで実際に製薬のお手伝いをさせていただいた IT 企業のこの財務数値のみをサンプルとして抽出したものになるんですが、例えば上の A 社さんなんかは株価で3.6億という評価がついているんですが、こちら、A 社さんの現金から有利負債を引いたものが大体ネットキャッシュで200万、というような考え方になります。ちなみにその PL を見ていただくと、EBITDA で大体5000万ぐらい出ている企業さんでしたので、株価3.6億で EBITDA の倍率が大体8倍ぐらいの株価がついた企業さんになります。下の企業さんでいうと、現金から有利負債を引くとですね、ネットキャッシュではなく、ネットデッドと、借り入れの方が多い企業さんで、ネットデッドが8000万の企業さんでした。ただ、実態の営業利益なんですが、表面上は500万と出てるんですが、オーナーの方の扶養経費などを除くとですね、5000万近くの EBITDA が出てた会社になるので、株価と EBITDA の倍率を比較すると約10倍近くの株価がついた事例になります。ただですね、このように財務数値のみだけではなくですね、エンジニアの方が持っている技術だったり、従業員の平均年齢、昇流が1次なのか2次なのか、さまざまな要因によって総合的に株価は決まっていきます。最後に株価のポイントを簡単にまとめさせていただきますと、冒頭にご説明させていただいたように、IT 業界の M&A の場合、目安として用いられる M&A の株価っていうのは、EBITDA 倍率で考えられることが比較的多いと。株価に関わってくるポイントとしては、従業員の退職給付非課税金などですね、エンジニアの方が今退職すればどれぐらいの退職金を支払わなきゃいけないのか。上場企業さんの場合、こちらは積み立てていることが多いんですが、非上場企業さんの場合になってくると、退職金を積み立てていない企業さんの方が多いので、こういったのも加味されてくると。あとですね、その地方の IT の企業さんに多いんですが、本社だったりを自社でも所有していると、土地建物を所有していることが多いんですが、ただ IT 企業の場合、その製造業などと比べてですね、その本社だったり土地っていうのが収益に直接寄与してないというふうに見られることが多くてですね、特に地方の IT 企業が持っている土地建物だったりっていうのは、評価をされることは、評価が低いというような傾向にあります。あと、M&A の前に行える買収監査で論点に上がるポイントとしてはですね、エンジニアの方の未払い残業代だったり、ソフトウェアの評価のところ、また、自宅開発をやっているシステム会社さんの場合ですと、進行中の案件の状況ですね。本当に不採算案件になっていないかとか、炎上していないか、こういった点も買収監査で見られるポイントになります。また、エンジニアの平均年齢なんかも株価の評価のポイントになってきまして、例えば、平均年齢が30歳、エンジニアの平均年齢が30歳の企業と、エンジニアの平均年齢が50歳の企業、どちらがその今後、収益を生み出していく期間が長いのか。というと、やはりそのエンジニアの平均年齢が30歳の企業である方が、定年までの年齢も長くてですね、株価の評価も良くなると。あと、またパッケージを持っている企業さんなんかはですね、ソフトウェア単体での評価をされないかというような相談を受けるんですが、
例えばソフトウェアを作るのに人件費を1億以上これまでかけてきたんだというところで1億以上の評価はつくはずだというふうにご相談されることが多いんですが、基本的にはそのソフトウェアからどれだけの利益を生み出しているのか、まあ、先ほどのどれだけの EBITDA を生み出しているのかで評価されるというのがほとんどです。エンジニアの方の技術スキルだったり、まあ、Java が引き続き需要が多いなどですね、このように決算数値のみでなく、さまざまな要素を加味して判断されるということが多いと言えます。次に、国内の IT 企業の M&A の動向なんですが、今、映っているグラフ、こちら国内の IT 業界の M&A の契約件数を集計したものになります。2010年179件だったものが、約10年で6倍の1141件まで増えています。ただ、こちらのデータは、公表されているものだけを集計しているものになりますので、未公表のものを含めるとですね、もっと件数があるとも言われています。昨年行われた M&A をこちら抽出してみますと、例えばシフトという IT の会社なんかは昨年4件の M&A を実施しています。また、右左上にある JFE エンジニアリングさんとエニーテックさんなんかは弊社でお手伝いさせていただいた事例なんですが、このように AI のベンチャーと大企業グループのこちらも100%の株式譲渡の事例だったりですね。あと、最後にあるこの東京ドームがですね、システム会社を買ってるんですが、こちらもともと東京ドームのシステムの運用保守をやっていた企業さんが、後継者がいなくて、東京ドームさんがグループに入れた、このようにですね、規模が大きいものから小さいもの、老舗企業の M&A だったり、大企業の M&A、さまざまなものがこの件数に含まれている。実際にこの譲渡されている企業さんの規模をこちら集計させていただいているものになるんですが、売上でいうとですね、1億円未満、いわゆるスタートアップの企業さんが15%と、半分以上はですね、この売上1億から10億の企業さん、この企業さんで半分以上を占めていると。理由としては事業承継だったりですね、40代でも成長戦略で他社と連携する事例というのが増えていると。また10億から50億の数も多くはなってきているんですが、やはり中売上1億から10億の企業さんの IT 企業さんの譲渡の件数が圧倒的に多いということが言えます。こちらシフトさんの MA 戦略について少しご説明させていただければと思うんですが、シフトさんはもともとテストのアウトサービス、外注のを請け負っていた会社でして、テストのアウトソーシングので成長した会社になります。ただですね、テストのアウトソーシングをしているとですね、この品質保証のイメージがつきまして、シフト自体にシステムの開発ができないのかだとかですね、システムのコンサルはできないのかだとか、または開発した後の運用保守はできないのかという、こういった依頼も増えてきまして、シフトさん自体もテストだけでなく、開発だったりコンサルの機能を M&A によって、もうすでにそういった機能を持っている会社をグループに入れるという戦略で、数多くの M&A を実施している事例になります。次に、非上場会社さんの M&A の戦略の事例で言いますと、こちら、パワーエッジという売上20億円ほどの企業さんの事例になるんですが、こちらの企業も昨年、3件の M&A を実施しています。こちら3件とも私が実際にお手伝いさせていただいた事例なんですが、3社ともですね、特徴的な業種でパッケージを有している会社さんになります。このパワーエッジの塩原社長なんですが、パワーエッジ自体は SES をやっている、中心にやっている企業さんなんですが、この塩原社長はですね、リーマンショックを経験したときに、それまで SES で好調だったんですが、いきなりこの人がはけていったと。その時にやはり収益の柱となったのがパッケージ、自社で持ってきたパッケージだったんですね。なので、塩原さんとしては、2019年時点ですでにその SES バブルは崩壊するだろう、縮小するだということで、さまざまなパッケージを持っている会社をグループに入れました。で、その不景気になって SES の需要が減ってきた中で、自社のエンジニアをこの
グループ企業が持っているパッケージのアップデート、まあ、VB で作っているものを Java にしたりですね、そもそもの仕様を変更したり、まあ、そういったのに使うという、まあ、ポートフォリオを SES だけでなく、パッケージの企業を入れることによって増やしていった、まあ、こういうことが一つ M&A の戦略として言えます。ここからはですね、日本 M&A センターが実際に M&A のお手伝いをさせていただいた IT 企業のデータを集計させていただいたものになるんですが、譲渡企業のデータでいうとですね、M&A をした時の社長の年齢の分布が右上のものになります。大体平均でいうと、M&A 時の譲渡企業のオーナーの社長、オーナーの年齢というのは59.8歳というのが平均になります。大体50歳から60歳の、のタイミングで M&A をする社長さんが多いと。次に M&A をした後のその社長の進退なんですが、まあ、M&A と同時に決してすぐ辞めるわけではなくてですね、一般的には M&A をしてからも、もう1年から2年ぐらいはそのまま代表として残り続ける事例というのが、まあ、ほとんど6割以上を占めます。で、次にですね、IT 企業が設立から M&A などまでどのぐらいの年数がかかっているかというところなんですが、やはり一番多いのは10年から30年ぐらいして譲渡される企業さんが多くてですね、大体平均値でいうと、設立してから23年経った時点で M&A で譲渡される企業さんというのが多いです。実際に次に M&A で譲り受ける企業さんの上場なのか非上場の分類なんですが、まあ、若干上場企業の多いということで、まあ、大体買い手企業さんも半々ぐらいというのが IT 業界の M&A の特徴として言えます。次にこちらは日本 M&A センターでお手伝いさせていただいたその IT 企業の譲渡企業の売上の規模になるんですが、やはり3億から5億までの企業さんが半分以上を占めると、従業員の、ね、人数でいうと大体20人から50人ぐらいの企業さんが譲渡する割合が非常に多いということが言えます。最後にこの冒頭でも説明させていただいた EBITDA の倍率なんですが、こちらもですね、5倍から7倍ぐらいの EBITDA の倍率がついて株価が評価されるという事例が半分以上を占めるということが言えます。こちらはちょっと M&A とは打って変わって、実際にその国内にある IT 企業に分類される企業数の数になるんですが、売上が1億円未満の IT 企業に分類される企業さんが1万3000社あります。1億から5億で9000社、5億から10億で2000社と、大体ですね、売上10億未満の企業で大体2万6000社国内に IT 企業があると言われています。まあ、その中にはすでに子会社化されている企業さんだったり、2、3人でやっている企業さんとかもあるので、大体ですね、その M&A で今後再編されるだろうと言われるのはその半分、1万3000社の企業さんが今後、M&A で譲渡だったり、他社と連携していくというのが考えられていることになります。では、なぜですね、この10億未満の会社さんが多いかというとですね、こちら、IT ソフトウェア業界の歴史を紐解くと分かるんですが、大体その日本に IT 業界、IT という業種が誕生したのが、また1970年代から80年代と言われています。まあ、IBM のメインフレームによって、まあ、企業にコンピューターが導入され始めた時代なんですが、まあ、この時ですね、当時会社に勤めてたエンジニアの方が独立をして、周りのエンジニアを数名集めて起業されたと。この時起業されたオーナーの方、まあ、30歳から40歳で起業されたオーナーの方が今60歳から70歳を迎えているというのが言えます。特に IT の場合ですね、製造業などと比較して、まあ、土地だったり建物を用意することなく、技術者を集めることによって起業できたということもあるので、爆発的にこの時に IT の企業数が増えました。それから1990年から2000年、コンピューターが個人に導入され始めた時代なんですが、M&A でいうと IT バブルの崩壊によってですね、再生型の M&A が増えたりですね、それまで事業会社が持っていたシステム子会社の切り離しが増えたのもこの時期です。
そして2010年から2020年、スマホが出てきてですね、スマホアプリの会社だったりは増えた。あと、オンラインゲームだったり、デジタルトランスフォーメーションというキーワードが出てきたこの時代なんですが、この時冒頭で申し上げたように、今、1970年から80年に創業されたオーナーの方が、後継者がいなくて、60歳から70歳を迎えて、今、爆発的にその層の M&A が増えているというのが言えます。こちら、よくご相談を受ける事例ではあるんですが、やはりその30歳から40歳の時に創業されて、今のタイミングで60歳から70歳を迎えて、もともと副社長にこう継ごうと考えていたんですが、副社長自身もですね、社長と年齢も近いということもあり、継いだとしてもすぐ後継者だったり株の問題が出てくると。なので、その下にいる部長に継ごうとするんですが、その部長も40歳から50歳とまだ比較的若いということもありますし、そもそも株を引き継げるだけの資金がないということで、最初はやっぱり社内承継だったり親族承継を考えるんですが、最終的に第三者への承継、M&A をするというような IT 企業のオーナーさんが多いのが事実です。またですね、この IT 企業、IT 業界自体もですね、もともとホストコンピューターが出てきて、マイクロソフトによって、オフコンだったり、パソコンが出てきて、Windows が出てきて、スマホが出てくると、この業界内での、その技術の転換というのは非常に早くなってきていると。で、今後やっぱり AI だったり、ロボティクス、IoT というところで、これまで単独で成長を考えて企業さんが、成長のスピードが速くなったということで、他社と連携をして、連携をするために M&A しようという事例も増えてきています。これまでご説明させていただいた、国内の IT 企業の M&A のトレンド、ポイントをまとめさせていただきますと、この IT 業界 M&A の件数が多いんですが、ほぼほぼ M&A で上される企業さんというのは、非上場の IT 企業がほとんどです。また、その業界の高齢化に伴って、1万3000社あると言われている後継者不在の企業さんが、今後、他社と連携していくのが増えていくんじゃないかと。またですね、その IT 業界、他の業種と比べまして、実際に目に見える商品だったり、土地、建物があるわけではなくて、資産がやはり人になりますので、社内への承継だったり、親族への承継が難しいというのも、M&A によって承継するのが増えている原因と言われています。ここからですね、実際に M&A センターでご制約のお手伝いをさせていただいた直近の M&A の事例についてご説明させていただきたいと思います。まずこちら、2年ほど前にお手伝いさせていただいた事例なんですが、青森にある20名ほどの企業さんと、東京のシステム会社さんの事例になります。こちら、M&A を決断された理由としてはですね、この青森情報システムという会社さん、もともと親会社さんがいまして、親会社さんの代表が変わるタイミングで、選択と集中ということで、持っていたシステム会社を M&A によって、サードウェーブグループに上東されたと。では、なぜサードウェーブグループとして、青森のシステム会社をグループに入れたかというと、こちらの会社の、青森情報システムという会社さんはですね、青森県内の情報専門学校と非常に懇意にしてまして、採用のネットワークがあったんですね。で、青森県内で家庭の事情があったり、東京に出られないガス系さんっていうのは、青森の地場の企業に就職するんですが、高専を出たりして、青森のこの企業に就職する場合、非常に優秀な方が集まってくるというのは、なので、サードウェーブグループさんとしては、ニアショア拠点として使いながらも、グループ内の採用の拠点という意味で、この青森情報システムをグループ内に入れられました。次に、こちらは愛知の企業さんと神奈川の企業さんの M&A の事例になるんですが、この愛知のデータラボという企業さん、実際に譲渡された企業さんは、創業が45年、もともと社内で承継を考えていたんですが、承継を考えていた役員の方も非常に高齢になっていましたので、第三者への M&A による承継を実施されました。
次に、譲り受けられた GCS さんとしては、まあ、名古屋に、システム会社の拠点を持ちたかったっていうのがあるんですが、どうしてもその地方に新規で参入するにはですね、その地場の風土も分かっていないですし、外注さんのネットワークもないということで、すでにデータラボさん、この外注さんのネットワークを持っていましたので、データラボさんをグループに入れることによって、さらなる名古屋の開発エリアの強化というのを図ったというのがこちらの事例になります。次にこちら、福岡の会社と東京の会社の M&A の事例になるんですが、譲渡されたのは福岡の未来工房という会社になります。未来工房さんは福岡エリアで SES の事業を行っていたんですが、福岡エリア自体、大体 IT の会社さんが100社ぐらいしかなくてですね、100社ぐらいしかなくてエンジニアが不足しているんですが、あまりこう福岡エリア全体でこう SES の単価が上がらなかったっていうのが悩みに持ってたので、どこかその福岡エリア以外のパッケージを持っている高収益な会社さんとのグループに入りたいということで、実際にチェプロさんというこちら建設業界に特化した ERP の開発販売を行っている会社さんのグループに入られました。チェプロさんとしてはですね、九州エリア非常に土木の会社さんが多いので、2年後ぐらいにこの九州に拠点を持って九州エリアを広げていきたいという考えがあったんですが、すでに未来工房さんが外注のネットワークも持ってますし、地場での開発もしっかりやられてる会社さんだったので、未来コーバースさんをグループに入れて、早めに九州エリアの拡大を目指そうとしたのがこちらの事例になります。またこちらも九州の会社さんと東京の会社さんの事例になるんですが、九州の宮崎にある会社さんです。もともと自治体向けのシステムの開発販売、あ、自治体向けのシステムの開発を行っていた会社さんなんですが、やはりその宮崎という土地柄ですね、採用が年々こう取れなく厳しくなってきたというのがあって、東京の会社さんの中に入ることによって、グループで採用をやっていこうということで入られました。譲り受けた SATT さんとしては、教育機関向けのシステムの開発を行っていまして、各都道府県にこの教育のその入札の仕組みがありまして、各都道府県にシステム会社があった方が、この教育機関向けの入札を取りやすいということで、宮崎の会社をシステム会社に、宮崎の会社をグループに入れられた事例になります。実際、この IT コンサルティングさんも、譲渡されて1年以上経つんですが、採用も5名以上増えたというような話を聞きますし、非常にグループで採用することによって採用も実際に伸びていると、こういった事例になります。次に、エイブルソフトという北海道で POS のシステム開発を行っている会社さんと、東京のフュービックというドクターストレッチを運営している会社さん、IT と異業種の M&A の事例になるんですが、エイブルソフトさんとしては、もともと社内での承継を考えていたんですが、社内での承継は難しいということで、M&A を実施されたんですが、このフュービックさんという会社、上場を目指してまして、顧客管理システムだったり、POS のシステムを内製化したいというようなニーズがあって、そのノウハウがエイブルソフトさんにありましたので、グループに入れて、POS だったり顧客管理システムの内製化を果たしたと、今でいうこの DX の流れによって、システム会社を事業会社が内製化するというような事例がこちらの事例になります。こちらはもう昨年お手伝いさせていただいた、富山の会社と兵庫の会社の事例になるんですが、兵庫の会社、譲り受け企業となった三久屋さんは、カーナビだったり、車載向けのシステムを作っている会社さんです。こちらの会社さんが、今後ですね、その放送局向けだったり、放送のデータの開発を強化したいということで、データブロードさん、富山エリアのケーブル局のシステムなんかを作っている会社さんだったんですが、そちらをグループに、技術力の補完ということでグループに入れられました。データブロードさんとしても、もう社長自身が企業の寿命は20年だと、10年を
ちょうど10年経ったところで、会社をもう一段ステージに、違うステージに上げたいというところで、10年を節目に M&A を実施されました。このようにですね、オーナー自身が考えるこの節目で M&A で、こう会社のステージを変えていくという事例も結構最近は増えています。こちら最後に、スタイルズという会社と、療養エレクトロという会社、IT と異業種の M&A の事例になりまして、こちらがちょうど今年の4月に M&A の制約に至った会社になるんですが、スタイルズさんは東京の神田で AWS を活用したクラウドの開発を自宅開発でやっている会社さんだったんですが、社長の梶原さんの考え方として、今まで通りこの自宅開発で行くよりも、自宅開発というモデルで事業会社さんのシステムを作って返す、でもこれを繰り返すというよりも、実際に事業会社さんの中に入って、事業会社さんのサービスを IT で作ることによって、収益、事業会社さんの戦略の IT のお手伝いをしたいというので、異業種との M&A を希望された中で、この異業種、療養さん、最終的に療養さんになったんですが、療養さんと M&A は制約しました。療養さんとしてはですね、半導体の商社で今後 IoT という中で、ハードウェア側のノウハウは持っていると、ただそのサーバーだったりクラウドのノウハウというのはどうしても受託開発でこう社外に投げている部分があったので、それだとこう開発のスピードが遅いということで、スタイルズさんを実際に社内に、グループ内に入れて、こちらもシステム開発を内製化した事例になります。これはスタイルズの梶原社長は60歳になるんですが、引き続き社長として残って、このスタイルズ社の指揮を取っている。このように冒頭でも説明しましたが、MA と同時にこうすぐに退任される社長の方って逆に少なくてですね、MA 後も残って子会社としてまとめて、子会社として指揮を取っていくという事例の方が多いというのが言えます。このようにですね、多くの企業というのが他社との連携を実施しているんですが、どうしてもやはり譲渡企業さんが非上場の企業さんになるので、知らない間にこう公表されることなく MA が実施されているというのがほとんどになります。ここからですね、先ほどご説明させていただいた福岡の会社さんと東京の会社さんの M&A の制約をしてからのインタビューを取っておりますので、そちらをご覧いただければと思います。福岡県福岡市、1996年に創立した未来工房アッサマは、今まで数多くのシステム開発を手掛けてきたソフトウェア総合サービスのプロ集団です。その未来工房アッサマが2019年9月に東京に本社を置くソフトウェアのコア技術や開発ツールの開発・販売を手掛けるチェプロ様と M&A を実施しました。未来工房ワッサマとチェプロ様が M&A に至った経緯、それは年齢ですかね、私の、今年60なので、そこで後継者とかいろいろ考えた時に、方法論として、M&A であったり、社内で経営者を育てるとか、いろいろことを考えたんですけども、事業体が派遣であったり、SES っていう業態なので、じゃあこれをそのまま続けるよりは、いろんな新しいノウハウであったり、またちょっと違う事業体のことをやりたいって思った時に、やっぱ方法論としては M&A が一番いいのかなっていうふうに考えて、 M&A をやろうというふうに進めました。独自の、プロダクトをお持ちだったので、それを自社で開発して、それを、いろんなお客様に展開している。また逆に言うと、弊社は技術者を提供している。チェプロさんは自分たちの製品を提供しているっていう、全くシステム開発っていう意味では一緒かもしれないんですけど、やってることが全く違っていたので、その辺には魅力を感じましたね。
ちの会社が、まあ、SES とか派遣なのでみんな外に出てバラバラで やってるので、それを、まあ、ケブロさん の製品を、まあ、中心にいて、それを活用して自社でこの製品を主に開発していく。今までバラバラだったのが、まあ、数メーカーずつでもちょっとずつ自社でチームを組んでやっていけるっていうのにはものすごく期待しています。目的を持った仲間ができたっていうところが一番ですかね。せっかくのご縁でこういうふうに M&A になったので、ケプロさんだからとか未来工房アスだからじゃなくて、まあ、一つの目標に向かっている運命共同体で進めていきたいっていうのが一番ですね。社内でチーム作ってやるということと自社でやったものをお客様に早く提供できるように頑張っていきたい。チェプロさんのシステムですけど、自分たちの製品だっていう自覚を持って、自分たちの作り上げた製品を提供していくっていうのが一番かな。はい、先ほど今動画を流させていただいたんですが、今までのこの製薬事例にまとめるとですね、まあ、M&A におけるこのシナジーのポイントというのは、まあ、以下のように考えられるのかなと考えています。先ほどの製薬事例の中にもありましたように、この地方の企業と都市部の企業、IT 企業の M&A が今後増えていくのかなというのが考えられます。というのもやはりこのコロナの影響によって、こうオフラインでの開発というのが、まあ、意外にできるんだなと各企業さん気づき始めた部分もありまして、今弊社のお問い合わせが多いのがその地方の企業さん、地方の IT の企業さんで地場にネットワークを持っている企業さんをグループに入れたい、または、地方の企業さんの中にも東京の企業さんと組んで、まあ、昇流を上げていきたいだったり、まあ、収益力を上げていきたい、何よりまた人材の採用力を上げていたり、こういったご相談も実際に増えています。またスタイルズさんと療養さんの事例により、事例のように異業種と事業会社の M&A の事例を今後増えてくるのかなと考えられます。これまでですね、事業会社さんは受託開発のモデルで、まあ、外に開発を任せていたわけなんですが、まあ、今後ですね、そのビジネス自体がその IT の上で作られていくようになっていきますので、外に開発があってはですね、そのサービスの改善のスピードが遅いというので、もう自社でシステムの開発会社を持ってサービス開発のスピードを上げていこうという事業会社さんも実際に増えています。また譲渡企業さん多いのはやはり SES の企業さん非常に多いんですが、20系30系の企業さんが一重系自社よりも規模が大きい企業さんのグループに入ることによって、20系30系だった企業さんが、まあ、一重系の昇流に上がっていくと、そうなるとエンジニアの単価も上がることによって、まあ、収益力も改善し、結果、従業員の方の年収も上がって、まあ、離職率を抑えることにつながると。またですね、一社単独で、まあ、販管費、まあ、採用だったり人材教育費を一社単独で負担するよりも、グループ内で入ることによって、まあ、販管費だったり人材採用コストをシェアすることによって、これまでよりも少ないコストでこう採用ができる、まあ、こういった明確なメリットがあることからも、まあ、M&A におけるシナジーなのかなというのが考えられます。ここでですね、質問を何個かすでに受けておりますので、ちょっと質問の回答をさせていただければと思います。まだオンラインでの QA は受け付けておりますので、チャットルームの方に QA を投げていただければと思います。ちょっとすでに来ている質問の中からお答えさせていただこうかと思うんですが、M&A の実際、M&A は実際どのぐらいの期間がかかるんですかという質問になるんですが、大体平均的に M&A のご相談を受けて、弊社と契約をしてから制約まで平均9ヶ月というのが平均的な期間になります。ただですね、こちらも企業さんのご希望によって、例えば半年以内に
こう下げ見つけることも可能ですし、逆に MA センターとは契約をするんだけども譲渡までの間に、まあ、2年くらいかけてこう譲渡をし企業評価、企業価値を上げて譲渡したいっていう会社さんもあるので、まあ、平均的には9ヶ月になるんですが、まあ、企業さんによってさまざまというのが言えます。質問として地方の企業なんですがどのくらいの交付先が出てきますかというところで、やはりその結構ご相談がある中でその地方の企業さんで本当に、いずれ系企業が見つかるんですかというようなご質問があるんですが、まあ、先ほど M&A の制約の事例でご説明させていただいたように結構ですねその名古屋の会社さんと、まあ、東京の会社さんだったり、まあ、九州の会社さんと東京の会社さんだったり、まあ、地方と都市部の M&A の制約の事例っていうのは公表されてないだけで非常に数は多くて、ですね、まあ、地方の企業さんの方が今後は買いたいという譲り受けたいという企業さんは増えてくるんじゃないかなというのが言えます。あと M&A を成功させるポイントを教えてくださいというところなんですが、やはりその IT 企業の場合、まあ、資産がエンジニア技術者の方になるので、その人のところ、人をうまく MA 後もやる気を持ってやっていただけるかっていう、まあ、結構組織論的な課題っていうのは結構多くてですね、なので IT 企業でいうと、やはりその社長に一定期間は引き続き残っていただいたりですね、まあ、長くては2年とか3年ぐらいになるんですけど、まあ、従業員の方も MA をしてから、まあ、落ち着いた、もう落ち着いたよねっていう段階まで社長に残っていただくというのが結構多くてですね、そうなるとあまりこう MA 後に社員の方が辞めたりっていうのはほぼないということが言えます。まずは業務提携から始めたいと思うのですが、いきなり 100% 譲渡するメリットはどこでしょうかという、そうですね、こちら、結構業務提携、資本提携ではなくまず業務提携から始めたいというこそ譲渡企業さんとかも多いんですが、やはり、まあ、業務提携となるとこう資本 のやり取りがないという中で、まあ、会計企業さんとしても業務提携でこう提携した企業さんの成果をコミットしないというので、大体業務提携の1割ぐらい、成功するのは大体1割ぐらいという業界では言われているんですが、ほぼほぼ業務提携だと何も変わらないというのが結構多いんですね。なので 100% 資本を交わすことによって、まあ、親会社さんもコミットしますし、まあ、子会社さんとしてもより資金援助だったりというのを受けやすくなるというのが 100% 譲渡するメリットかなというのが考えられます。はい、また追加の質問になるんですが、株価の部分について、まあ、対象給付引当金を積んでない、計上してない会社さんの場合 M&A と同時に、対象給付引当金を加味すると説明いただきましたが、引き当ててない会社は引き当て手を積んだ場合の金額を企業価値から差し引くということでしょうかというところなんですが、基本的にはその対象給付引き当て金の規定があってかつ支給実績などもある場合は企業価値から差し引くということが結構多いです。というのも対象給付引き当て金というのは、まあ、人件費の後払い的な性質を要するので、まあ、従業員に支払わなければならないもの、まあ、将来確実にキャッシュが出ていくものというふうに評価されることが多いので、やはりその引き当てを積んだ場合は引き当てを積んだ場合の金額を企業価値から差し引くということが一般的ではあります。また退職給付に関する質問なんですが、退職給付以外は加味されないことが多いでしょうかということなんですが、ですね、退職給付以外で、まあ、加味されるであろう負債としては、例えば、
パッケージを持ってる会社さんとかですと、そのパッケージの回収に要する費用、今後、結構古いシステムで作られているパッケージの場合、このパッケージを今後もユーザーさんに使ってもらうには、Java でウェブ化したりですね、クラウドに上げなきゃいけないというような、そういったコストをとかもこの将来の収益に、加味することもあります。また、あと、まれにあるんですが、IT 業界その、開発に関するこの訴訟だったりっていうのを抱えている企業さんもまれにあるんですが、そこが例えばその、納品責任があるのに、納品してない、完成してないということで、訴訟になっているケースとかもたまにあるんですが、そういった訴訟になっているケースが MA までに片付かないっていうこともあるので、そこはもし MA を、訴訟、その訴訟で片付いていないものが顕在化すると支払いが生じますよねっていうところで、こういった偶発的な要素も株価に加味されるということもあります。なので対象給付が加味される理由はやはり明確に人件費の後払い的性質がありますので、将来必ず支払わなければいけないというところで加味されることが多いということが言えます。M&A 後、次の質問に行きます。M&A 後、企業価値が前提、企業存続が前提となりますか、合併例もありますかというところなんですが、基本的にその M&A という用語の中には合併も含まれているんですが、日本 M&A センターでお手伝いさせていただく事例としては合併は2つの法人格が1つになるのが合併でして、基本的に M&A、日本 M&A センターでお手伝いさせている M&A は、オーナーが持っている 100% の株式が親会社さんに移る、これだけなので合併とはまた違うんですね。なので、合併をやるケースっていうのはほぼなくてですね、ただ、3年後とか4年後合併をした方が事業的に効率性がいいよねっていうのはゆくゆく合併をされるという事例もあります。次の質問なんですが、譲渡企業様が譲り受け企業を選ぶ際に優先順位が高い項目または重視されるポイントを教えていただけますかですね。そうですね、やはり多いのが、企業評価、株価の評価で選ばれる会社さんは多いです。やっぱり買い手企業さんは譲渡企業さんを高く評価しているっていうのがやはり言葉よりも株価に表れているというのが言えますので、かつ MA 後すごいシナジーを見込んでいると株価は高くなると。なのでやっぱり株価を高い企業さんの方が自信はありますし、譲渡企業さん側にとっても選ぶポイントとしては分かりやすいのかなと。あと他にはですね、やはりその採用ですね、採用力が M&A 後どうなるかっていうのは非常に気にされます。M&A 後採用が採用もグループ内で採用をしてくれるのかどうかと、じゃあ M&A 後何人人を入れてくれるのか、1年後に5名なのか1年後に2名なのかだったり、2年後にも M&A によっても人材を供給されないのか、この M&A 後をすることによってどのぐらい、自社に人が来るのかっていうことを重視される企業さんが多いかなと。なのでやっぱり企業評価という株価の評価と M&A 後特に人の部分でどうなっていくのかっていうのを重視される企業さんが多いかなというのです。最後の質問にさせていただきます。はい、買収後の M&A 後のエンジニアの流出が買い手企業にとって大きな懸念との認識としてますが、どのようにリスクを抑えているかご教授くださいというところなんですが、やはりその、ですね、よくあるのが、その譲渡企業さんの中身を見てみて、20代の方が多くて、かつ入社してまだ3年しか経ってない従業員がほとんどですとなった場合って、やはりこれは
相対的に見て結構そのまだ人材の流動性があるかなと思ってまして、逆にその、まあ、平均年齢も35歳から40歳ぐらいで勤続も7年から10年経ってる企業さんの場合、株主が変わったからとして、で、まあ、従業員が辞めるっていうのはほぼないっていうのがまず言えます。で、前者のこの従業員のが M&A と同時に辞めてしまうリスクを抑えるものとしては、例えば M&A と同時に親会社さんから賞与を従業員に、配りますと、そうするとやはり M&A によってこうどうしても悪いイメージでこう今後どうなるかなって従業員のから不安によってこの辞めることが多いので、まず賞与を上げてあげたり待遇を上げてあげることによって、まあ、従業員の方も安心していただく、まあ、その分、まあ、株価からちょっと減額させてでも従業員の方にまず M&A と同時に、まあ、安心してもらう、まあ、その意味でこう賞与を上げたりっていうのがあったりします。そうですね、またあとはやはりその快適企業さんのやはり自社よりも大きな企業さんのグループに入ることになるので、ほとんどの従業員の方が、まあ安心されるというケースがほとんどです。なのでやっぱりその譲渡企業さんの内容によってその従業員が剥離辞めてしまうリスクっていうのは多い、リスクっていうのは変わってくるというのが言えますので、それに合ったエマンドル進め方っていうのがあります。はいはい、すいません、まだ質問があるんですが、ちょっとお時間ですのでこちらで打ち切らさせていただきます。最後にですね、この本セミナーの参加者特典としてアンケートにお答えいただいて、アンケートにこの無料のオンラインの個別相談または無料の会員の企業評価をさせていただいておりますので、どちらかのご関心ある方はアンケートにでどちらか選択していただければと思います。それでは、長い間長時間にわたりご視聴いただき、ありがとうございました。日本円マンドエセンターの竹原でございました。失礼いたします。